どうもお疲れ様ですじゃあ塾の暗号通貨ニュース今回はビットコインで今更稼ぐ方法いきまましょうか、まあ、ビットコインでね稼げるタイミングってのはもう過ぎたんじゃないかなっていう風に思ってる方もいると思いますけどもいやまだまだ稼げるんですよねしかも相当な高い確率で稼げるんでその方法を今のうちに頭に入れといてもらいたいと思いますところがところがじゃなくてところでですね ところででなんですけども失礼しましまた今年の4月に半減期があったのってもうお忘れになってませんか今回のノウハウはこの半減期っていうね4年に一度のイベントを使って稼ぐ方法ですですんで今から準備して次回の半減期に資産を作っていくつまり5年以内に金持ちになる方法ってことになります 順を追って説明しますけどもその前にねビットコインって2010年頃なんかね私たちの知るところになったらしいですその頃にビットコインを知った人ってのは1ビットコインが7円ぐらいだったと思うんですよですんでその時に1万円分のビットコインを買ったみたいな方がね、まあ、結構いらっしゃったみたいですねまあ付き合いで買ったとかねなんとなく買ってみたとかビットコインって噂を聞いてるから先行投資してみたみたいなね 1> で1万円っていうとね2010年頃ですからそんなに大きな負担じゃないですよねでその方が今どうなってるかっていうと1万円で買ったビットコイン当時 7, 7円程度ですよこれが今どのぐらいになってるのかなと思ったら羨ましいですよね、まあ、こういう金持ちが結構いるってことなんですよ例えばその当時に1ビットコイン7円分買っておけば今や1000万円になってるわけですから 10ビットコインとか買ってるとね、もう、バンバンの送り人ですよ。うんまあ、こんな形で、買うタイミングっていうのは非常に大事なんですけども、あの時に買っておけばよかったなぁと、後悔するだけではなくて、これから仕掛けておきましょうって話です。前置き長くなっちゃってすいません。じゃあ、何をすればいいかってことなんですけども、2028年の半減期、これをね、ターゲットにして、その半減期の500日ぐらい前、 1>, 1年半ぐらい前からビットコインを少しずつ購入していってもらいたいと思いますですんでこれから3年後からねビットコインを買うとするとビットコインを買う資金をこれから2年とか3年で作っていきましょうって話ですいいでしょ、うん、今すぐじゃなくてもいいんですよでビットコインをひたすら購入しながらホールドしておきますねで一部を利率の高いレンディングに預け入れておいてください そして、半減期が来ますね。で、半減期の500日後に儲かった分だけを市場で売ってください。で、あとは保有数を減らさずに少しずつ利益確定していけばいいってことになります。大きな資金はいりません。ご自身の無理ない金額でビットコインを少しずつ買っていけばいいと思います。例えば、0.01ビットとかね。 0.02ビットとかこの辺の単位でね買っていけばいいんじゃないですか、うん、ですんでこれから2年半後ぐらいからもしくは3年後ぐらいから少しずつビットコインを買って次回の2028年の半減期を迎えるって形になります半減期が過ぎた後に少しずつ利益の分だけ売っていくということすればいいんじゃないかなと思いますまあ万が一ですね ビットコインの価格が1000万円を切るようでしたらこれ含み損になっちゃいますけどもだからといって大きな痛手にはならないと思うんですよまあ是ね試していただきたいかなと思っております2024年4月に半減期を迎えたビットコインですけども現在やっぱり1000万円前後をキープして時には1100万円になることもありますビットコインはこれからもっともっと価値を上げおそらく1500万2000万というふうに進んでいくんでしょうね まあ1億円になることはないのかなと思っちゃいますけども今までだって1000万円はいかないだろうと思ってたのがいっちゃいましたからね私がビットコインを知った時って10万円の壁を超えるかどうかっていう時にだいたい当時の価格3万円だと思います2014年のことだったと思いますね私も早めに知ったんですけどもビットコインを大量保有するには至らずうん,なんかねビットコインの可能性を当時は信じれてなかったんですけども 1000万っていうね、高値になってから、やっぱりビットコインだっていう風にね、うん、まあ遅いわって感じなんですけども、まあなんとか今でもビットコインを儲ける方法が編み出せますんで、まあ皆さんにもね、ぜひやっていただきたいかなというところでございます。それでは今回は以上です。お疲れ様です。